そして、剣持。剣持は、このメンバーの中で、一番気が楽だった。から、印象変わるとかないんだけど、でもやっぱり、イブが、このメンバーで、なれるかなって、思ってた不安要素を取り除いてくれた人ではあったかな？やっぱり。他の人、イムさん、やっぱなかなかいじれなかったから、剣持を一生いじってた。裏でバカにして。裏で、いや、バカにしてたっていうか、裏でずっと剣持に、なんか、いろいろ言ってた。じゃ裏でバカにしてたって言うと、なんかすごい悪口言ってたみたいになるけど。なんかさ、イムさ、やっぱり、同期がさ、シーシーとクズハじゃん。だからさ、なんかそういうことやってないと、落ち着かなくなっちゃったんだよね。なんか誰かをいじってないとね、どうしたらいいかわかんなくなっちゃうから。そうそう、煽り合いだね。煽り合い。やっぱ AR してた思い出が、結構濃かったから、なんかね、ライブしててもね、シーシーとクズハのね、残像？え、残像っていうの？幻想？え？幻覚？なんだろう？がね、たまに見えてくるっていうか、なんか声が聞こえてくるんだよね。イムのことをバカにしてる。呪われてるかもしれない、イム。そう、イマジナリーずしり。なんかそれがあるから余計に剣持ちに話しかけてたのかもしれない。うわ、今ここシーシーが煽ってくるんだろうな、とかさ、本番前に作詞劇場、見てたのもあって、なんかよりシーシーがね、ずっといるんだよね。いたんだよね。本番前。そう、シーシー好き。シーシー好き。でもシーシーは毎回、イムの中で出てくるとき、バカにしてたイムのこと。イムせーみたいな感じで。バカにしてるシーシーしか出てこなかった。でもそれがね、良かったりするんだよね。なんか落ち着くんだよね、そういうのが。で、それを剣持ちにしてた。剣持ちは、突っ込んでくれるから、っていうのもあるのかもしんない。し、あと剣持ちもさ、やっぱ、シーシーとクズハと仲いいじゃん。から余計ね、あ、これね、なんか他の人から聞いたんだけど、そのリハーサルの時にイムがソロ曲やるじゃん。で、その時にね、みんなはね、なんか、あ、かわいいとか、そう、言ってくれてたんだけど、なんか、剣持ちだけ、食い入るように見てたらしくて。なんか、静かに、もう、うなずきながら見てるみたいな。わかる？興奮するとか、そういうのじゃなくて、なんか、うわーってなるとかじゃなくて、うん、みたいな。なんか、やばいやつだったよ。噛み締めてるっていうの、どういう感情なのか言うには、ちょっとごめんけど理解できない。剣持ちがあの時どんなことを思って、どういう考えでそうなったのかなんてごめん、わからない。剣持ちのことは理解できません。そういうのを風評被害って言うんだよ。いやもう、剣持ちはもう、風評被害とかじゃないでしょ。そのまんまだよ、そのまんま。ずっと、ずーっとあんな。でも、イムはロリじゃない。だから、そろそろ、イムからは卒業してほしいよね。イムはロリじゃない。剣持のロリコンの一人、ん？ロリの一人に入れてほしくない。イムはロリじゃない。剣持の、そのロリセンサーみたいな。ロリコンセンサーみたいなのにね、もうね、反応しなくなってほしいよね。そろそろ。こんなに大人になってんのに。まあだけど、剣持はずーっとイムの話し相手になってくれてました。優しい。その時だけの優しいお兄さんだったな。多分イムが人見知りなの、このメンバーの誰よりも知ってくれてるし、誰よりも、察してくれてたというか、ちょっと気を使ってくれてた部分もあったと思う。だからそういう優しさはあった。騙されてない？なんかこれさ、AR ライブの時もあったな。なんか、剣持ち、すごい優しかったみたいな、こと言ったら、なんかあったよね。あ、ちょろって言われてたんだっけ。もうありがとうだね。めっちゃ優しかった。キモくなかったもん、だって。あの時の剣持ちはかっこよかった。ちょろくれ、
え、キモ。いや、ちょっと今の発言ね、全部無理になった。ごめん、嘘これ。あ、そうだ！ケンモチ気持ち悪い！ケンモチキモいぞ！私これでちょろって言われないんだろうな。これもご褒美？もう無敵じゃん。なんて言えばいいの？ケンモチうんち。ケンモチうんち。これは喜ばないでしょ。ケンモチうんちって。ケンモチうんち。ご褒美？それさ、ケンモチじゃなくて、みんなじゃない？みんながご褒美だって感じてるだけじゃないの。ケンモチは、実は嫌がってるかもしれないよ。これみんなのご褒美になってるだけなんじゃないの、イム。割と、視聴者も無敵だからな。なんか何言ってもありがとうございますみたいな。もっと言ってとか言ってくるからな。キモいって言っても。あと、やっぱ、AR ライブを共にしてるから、感じたことが、ケンモチ、めっちゃ、じゃ踊ってたくない？本人も確かちょっと言ってたよね。それびっくりしちゃって。え、剣持ちが動いてるって。今はさ、同じ曲がそんなにないから、なんか練習風景？そのダンスの練習風景っていうものはちょっとわかんないんだけど、合わないからさ。けど相当頑張ってたと思うよ。本人認めなさそうだけど、アイドルすぎたよね。ねえ、アイドルしてよ、剣持ちが。剣持ちも、ちゃんと、ね、アイドルになろうとしてるんだなって。アイドルとしての自分を少しでもね、やっぱみんなに届けようとしてるんだな。言葉では言わないけど、ね、行動に出ちゃってるよ、剣持ち。みんなに伝わっちゃってるよ、そういうとこ。え、剣持ちは、アイドルでした。ケンモチの印象はアイドルだった。誰よりもアイドルだったかもしれない。まあありがたかったね。本当にケンモチいてくれてよかったなって思います。マジでありがとうございます。ライブだけじゃ見れない絡みで助かってた。ありがとう。